九代目、市村うざいもんの武蔵坊、弁慶、勝川春生が、九代目、市村うざいもんとは、教法の初期から、天明初期にかけて活躍した歌舞伎役者、野合菊屋、背名は柿津。八代目、市村うざいもんの長男で、弟は三代目、坂東彦三郎。教法十六年七月、市村万蔵を名乗り市村座で、初舞台、遠鏡二年に、 一村亀蔵と改名。法暦11年3月、伊勢参りの名目で上方へ行き、伊勢山宮の後大阪に行き、中山分七座に同座して五変化の所作寺などを見せ、後に京にも行きやはり五変化の所作を上演して、名を挙げる。同年11月江戸に戻った。法暦12年、七八代目。 う左いもの死去により市村座の座元を相続すると、同時に市村う左いもを襲名。しかしその後家事や先代からの借金に苦しめられ、天命4年にはついに市村座は倒産平常し、控えあぐらの霧座に工業系を譲るに至った。その翌年、中村座の座元、中村勘三郎の勧めによりうざいもは、中村座に出演し、一世一代として、 変化舞踊を演じたが、その中で猿回しの猿に踏みし、娘道ちなりじの諸作寺を演じた。同年8月に没す。若い頃は、魚のような顔つきだと評され荒事ばかりを演じていたが、後に、和ごとや、実事、また女の役も演じるようになり、8代目に劣らず、幅広い芸風を誇った。特に所作事においては、名人との評判を得ている。小20代目。 市村うざいもんがいる。ありがとうございます。